はい、ともチャンネルです画面の向こうでね、あ、見えてるかな。はい、お邪魔しております。今日はですね、iPad mini を持ってお出かけしてるんですけども、まあ今日はね、 iPad mini と Chromebook、 私が購入したね、 Chromebook、どういった使い分けをしているかということをちょっとお話ししようと思います。あの iPad mini っていうのは基本的には、マルチメディアを見たりしたりするようなね、要するにインプット型のデバイスなんですよね。まあ、それはなんでかっていうと、 iPad mini 自体が、まあ、シングルタスクでの作業、まあ、作業というよりかは、まあ、作業になるのかな、それが中心になることで、まあ、最大の実力を発揮できるということなんですよ。でやっぱりね、あの一つ一つの作業において、まあ、性能はもちろん申し分ないんですけど、一つのことを別のことをもう一個ね、別々にやって行ったり来たりするっていうことがなかなか難しいんですよね。だからこそ私があの動画編集だけに特化して、まあ、アプリを入れてるんですけど、この iPad mini は私は持ち出してこう動画の編集とかをするためだけにほぼ使っているような感じです。まあ、一方 Chromebook の方は、まあ、今日も家に置いてきちゃってるんですけど、やっぱり14インチっていうサイズから、まあ、家に置いておくことが、まあ、ほとんどです。外に持ち出すにはね、やっぱりバックパックを持ってかないといけないっていうこともあって、バックパックを持ってくんなら、いろいろとね、やっぱり必要なものっていうのは今度出てくるんですよ。でそういった中で、バックパックを必要としない iPad mini はもちろん外に持ち出す方で、家の中では Chromebook はあれはもう普通の PC です。よくね、あの Mac のソフトが使えないとか Windows のソフトが使えないっていうのは当たり前なんですけど、だって専用ソフトですからね。だから専用ソフトが使えないのは当たり前なんですけど、あの Chromebook には Linux を使うという手段があります。 Linux であのソフトを動かすという手段があるので、わざわざね、 Windows 専用のソフトを使わなくても、 Mac 専用のソフトを使わなくても、できることはね、もうはっきり言って Linux のソフトを使ってできることならほぼ何でもできます。あの Intel の CPU を積んでいますので、ARM 系の CPU じゃないので、なんてことはない普通の PC のソフトは大抵のものは動くはずです。なのでローカルで作業する分で必要になってくるものは、まあ、必要ならね、 Linux のソフトを入れてしまうというのが一つの手ですね。でもう一つ、あのウェブアプリを使うっていうのも一つの手ですね。最近ではウェブアプリもはっきり言ってこのね、iPad mini でも十分ウェブアプリ使えるんですけど、このブラウザ自体がフルブラウザでの表示にはなりません。まあ、させることはできるので、やろうと思えばね、これでも同じことはできるんですけど、まあ、単純作業としてね、ウェブブラウザを開いたその裏でまた別の作業をパッパッと切り替えることができるのは Chromebook の方が向いてるんですよ。まあ、普通のパソコンですからね、マウスを使って下の方のタブを切り替えていけば、アプリは全部バックグラウンドでね、作業させつつ、表に出てくる作業を一個一個こなすことは十分可能なんですよね。まあ、性能が低いといっても、それなりに性能の、いいものを買ったので、作業のね、作業が、滞るってことはまあほとんどないです。ただやっぱり iPad mini と比べてバックグラウンドで作業できる数っていうのは、これよりも若干多いのでね、家で使う分にはやっぱり Chromebook の方が使い勝手はいいです。であとオフィスを使うにあたってもやっぱこの Chromebook と iPad mini では Chromebook の方がやっぱり使い勝手はいいですね。なぜなら、画面が大きいからっていうのもあるし、あとはあのフリーのオフィスを、まあ、別にフリーじゃなくてもいいんですけど、オフィスを使うにあたってはあの Linux のソフトを十分使えて、今のところ本当に不具合なく使えています。なので Excel のファイル自体も読み込んで、まあ、私の場合は本当にね、あの収支計算にも全部使ってるんですけど、まあ、全然普通に動くんですよ。なので本当にオフィス関係のアプリを動かしても全く問題ないのはあの Chromebook の方なんですね。で同じものを iPad mini でやろうとするとどうしてもね、変な風に動いてしまったりすることが多いんですよ。なので、まあ、ちょっとばかりなんですけど、
iPad mini よりかは Chromebook の方がやっぱり家で使うことは多いですね。あの動画の編集をするのは家ではね iPad mini ではなく Mac の方を使っています。っていうのはやっぱり処理速度が速いっていうのと、まあ、画面の大きさ若干大きいでね、まあ、その辺もあって Mac を使うことはありますけど、基本的には大体もう iPad mini は外での動画編集に特化させて使っています。だからね、 Chromebook はもう本当にね万能選手です。私に言わせてみれば、これがねオフラインじゃ動かないとか、オンラインでしか機能をね、性能を発揮できないとか今思っている人はね、多分ねほとんどの人が間違っています。あの Linux を使える CPU を持った Chromebook であれば、大抵のことはオフラインでできるし、ローカルでね作業するにしても、いろんなタスクを一緒にこなしても全く問題ない、全く問題ないかどうかは別としてね、それなりのスペックがあれば全く問題なく使うことができます。で、性能を求めて作業することは、まあ、あまりしない方がいいかなと思うんですけど、まあ、画像の編集とかであればねウェブアプリなんかも十分できますし、実際あの Linux のソフトを使う場面っていうのは私も今のところねほとんどないんですよ。ブレンダーを使っていることは使っているんですけども、ブレンダーも、まあ、安定版の 3.6、を入れて 4.0 も入れてるんですけど、まあ、若干ね不安定さが残っているので、どうしてもね 3.6 を使わざるを得なくなった場合、ちょっと使い勝手がね、今 4.2 が最新バージョンなんですけど、それと比べると使い勝手というか UI が若干変わってるんですよね。なので使いにくいっていうのが出てきているので、であれば 4.0 をちょっと無理して使うか、もしくは 4.2 を入れてある MacBook Air で作業した方が、まあ、効率がいいのか、そっちの方が楽なんですよね。だから実際今 Linux のソフトを Chromebook で動かすっていうものはあれぐらいしかないですね。オフィスアプリですね、それしかないです。実際 Chromebook でオフィスアプリを使うのはあれなんだっけ、マイクロソフトのオフィス365、それがあるんですけど、あれは若干やっぱりね、必要な機能がないのか、私が使いたいファイルはちょっと正確に動いてくれないので、まあ、ちょっとねそれは断念しております。まあ、実際 Linux の方のソフトで十分動いてくれてますので何ら問題はないんですけどね。だから今のところ本当に Chromebook はもう家でデスクトップとしてしか、まあ、動いては寝ないんですけど、ただ性能的にはね、まあ、十分かなと思ってます。動画の編集をそれでするわけではないし、まあ、しようと思ったらできますので、iPad mini がなくなったとして、 Mac がなくなったとしても、まあ普通に、Chromebook だけでねやっていくことは可能かなと思ってます。だ実際ウェブアプリで動画の編集のアプリもあります。まあ、課金すればね十分やっていけるんでしょうけど、まあ、私は別にそれを必要としない、まあ、LumaFusion も入れてますのでね、その辺を使えば Chromebook でね、動画の編集なんかも、普通にできます。なのでね、 Chromebook がもう何もできない、オフラインじゃ何もできないと思われている方は今これ間違いです。現在ね2024年の10月ですけども、やれることはほぼできます。そして専用アプリ、 Windows の専用アプリ、 Mac の専用アプリを使うのであればそれはね専用アプリを使った方がいいんでしょうけど、Mac はまあ別として Windows のソフトであれば、実行ファイルだけの単体のソフトであればね、 Wine というものを入れてしまえば Chromebook でも動かせる可能性は十分あるんですよ。なんか実際海外の、つわものはですね、 Chromebook に、AutoCAD 2004年版かなんかを入れたという、入れて動かしたというつわものもいるみたいなんですけど、まあ、そこまでやる必要はないかなとは思ってます。そういうのはね、それこそ専用ソフトをも専用アプリでね、Windows の方で使うのが正しいと思うんですけど、まあ、性能の面でね言うと Windows の方で使った方が安定していると思うんですけど、ただ動かそうと思えば Wine というソフトを使って、
実行ファイル Windows の EXE ファイルを動かすことは可能ではあります。なのでね、 Windows 専用のソフトが使えないんじゃなくて、 Windows 専用のソフトも使えるかもしれないけど、その、技術はね、わざわざいろいろと Linux のソフトを入れないと動かせないということだけで、まあ、使えなくはないということですね。だから、そうですね、 Linux を、まあ、普段使っている人であれば、Chromebook を、まあ、普通のパソコンとして動かすことは、まあ、全然問題なく動かせるということです。だからね、本当に Chromebook は私に言わせてみれば万能ですというものでした。ではまた。